産業革命による時代の変化は人々の価値観をも大きく変化させた。それは精神文化の衰退を意味していた。1783年、ラキ火山の噴火によりヨーロッパ全土が暗闇に覆われていたその時、闇に紛れるかのようにイギリスの一部の都市で大量の悪魔が溢れ出したのである。それは止める者の心変わりにより既得権益を失うことを恐れた錬金術師たちによる暴走だった。彼らは自らの秘術で作り出した悪魔の力と同調する結晶を移植した人間シャードリンカーを生贄としてこの世に大量の悪魔を召喚させたのだ。人々を巻き添えにしたその動乱は教会の力によって鎮められたが、支払った代償はあまりにも大きすぎた。一方、全て死んだと思われていたシャードリンカーであったが、悪魔召喚の儀式の中で唯一奇跡的に生き残った青年ジーベル、儀式の直前に謎の眠りに落ち儀式を免れた少女ミリア、この2名だけがかろうじて悲劇を逃れていたのであった。それから10年の月日が流れ、人々が全てを忘れ去った頃、また再び悪魔が城と共に現れる。時を同じくして眠りから目覚めたミリア、その血塗られた儀式がジーベルの仕業と知った彼女は錬金術師ヨハネスと共にその呪われた城へと赴く。運命を乗せた船はその時をただ待つのみであった。ねえヨハネス、本当にジーベルが悪魔を？それは間違いないミリアム。やっぱり信じられない。だって私が今生きているのは。君の信じたい気持ちもわかる。だけどそして10年前の事件、彼をカエルに本当にすまない。僕の仲間たちが君たちにしたこと。あなたが謝る必要はないわ。だけどそんな昔のことより今やるべきことを考え、本当にジーベルの仕業なら私が止めなくちゃいけない。本来なら親友だった僕が。シャードの実験のためにたくさん戦闘訓練も積んでるし。ところでどうして私は10年も眠っていたの？それが僕にもわからないんだ。わかっているのは時間を止めるような特別な術式の魔法だったこと、それと力の減衰を観測することでちょうど10年で目覚めるだろうと予測できたことぐらいだ。そう。そろそろ目的地に着きそうだ。準備をしておいた方がいいな。そこの箱に必要な装備を入れておいた。まずはそれを取って。えっ！装備できたようだね。ここは私に任せて。
今のはシャードか？久しぶりの感覚だけど、悪魔の力を得るのは気分が良くない。君の体に埋め込まれている結晶、それはシャー、その力は強大だけど、少しずつ生身の体を侵食していくんだ。でも、今はヨハネスが発見した術式で侵食は止まってるはずよね。確かにそうだけど、外部からシャードを大量に取り入れて。だとしても、今の私にはこの力が必要だわ。それに自分の体のことは自分が一番わかってるつもり。それに、ピンチの時はいつもヨハネスが助けてくれるじゃない？頼りにしてるわ。都合のいい頼り方だ。でも、ただ、無理だけはしない。こんなところにも悪魔が！城からの悪魔が大量に侵入。いい準備運動ね。ちょっと船の掃除をしてくるわ。これは魔力に反応する魔道具ね。手をかざせばいいのかな。Thank you.
Thank you.
ようやくお目覚めか、お姫さん。ジーベル、やっぱりあなたなの？どうしてこんなことを？どうして？人間たちが俺たちにしたことを考えれば、わかるだろう。10年前の出来事なら、ヨハネスから聞いた。確かにそれは許されることではないわ。でも今あなたがやっていることは彼らと同じことじゃない。違う。やつらは俺たちの体を作り変えた。それなら、この世界を変える権利が俺にもあるはずだ。来るんだ、ミリアム。お前だけが俺の痛みを分かち合える。俺たちはすでに人間ではないんだ。人間ではない。あなたからその言葉を聞くとは思わなかった。覚えてる？それは昔、私があなたに言った言葉よ。そんなこと。どうでもよくない。生きる希望を失っていた私は、あなたの言葉に勇気づけられたの。そのものに善悪はない。力の使い方に善悪があるんだって。思い出して、ジーベル。ジーベル様、そろそろ戻りませぬ。ミリア、悪いが昔話、俺を止めに来たのだろう。ならば俺を探し出してみろ。その道中、お前はシャードを取り込み、悪魔の力を使わなく、それでまだ自分を人間だと思うんだな。その時、もう一度話を聞いてやる。
よいしょ。ジーベルン、着いたね。ここは村、ひどく悪魔たちの進行が思ったより早いな。さあ行こう。ちょっと待って、悪魔の気配を感じる。この先に協力者がいるはずだ。くれぐれも。助かりましたわ、ミリアム。私を知ってる？もしかして
あなたが。遅くなってすまないドミニク。この人が協力者なのね。はじめまして、私はドミニク。はじめまして、私はミリアムよ。約束通りミリアムを連れてきてくれて感謝しますわ。君の頼みだからそれは構わないけど、ミリアムの意思があるとはいえ彼女を危険にさらすんだ。ちゃんと説明はしてほしいな。そうね。いいですわ。この事件にシャードリンカージーベルが関わっていることは伝えました。それは間違いないわ。本人と話したから。あったのか、ジーベルに。それなら話は早いですわね。シャードリンカーによって再び起こされた悪魔の大失、そしてそのタイミングでもう一人のシャードリンカーが眠りから覚める。確かにそうだけど、ミリアムを戦わせることに僕は賛成はしてない。それを決めるのはあなた。ミリアムを連れてきていただいたのは被害に遭っているこの村の。どう？ミリアム。この村のこともそうだけど、私はジーベルを止めなければならない。ありがとう。ごめんね、話に夢中になってて。どういたしまして。アン。いい名前ね。ここは危険。先ほど調べておいたのですが、確かヨハネスと私たちはここ。ミリアムを一人で行かせるわけ。ミリアムは戦闘。それであれば。いや、私一人で大丈夫。僕たちはここで。そうと決まれば準備。くれぐれも無理はしないでくれ。それと怪我しないでね、強いお姉ちゃん。任せて。初めてですから説明させていただき、おね、ここはアイテムを売買。本来なら無料で支援したいところですが、きちんとサポートするためにも、もうサポートしてもらえなく。あとここではシャードのか。それって大丈夫なの？もちろんですわ。買い取ったシャードは、そのため買い取りはできますけれども、シャードの特性上同じものを複数持つことで。それとこれが一番気がかり。侵食が進むかもしれないけど、それでも心配してくれて。これで説明は終了です。どれを売ってくれるのかしら。どれを売ってくれるのかしら。どれを買ってくれるのかしら。これでいいのかしら。感謝いたしますわ。これでいい。ありがとう。
しろ感謝いたしますわ。これでいいの？取引成立ですわ。これでいい。感謝いたしますわ。どれを売ってくれるのかしら。あ、これを渡すのは分かっ、それと皆さんはできる範囲でか、それで大丈夫ですわ。ここの外は悪魔がいるんだ。ねえドミニク、それは開発中の撮影。簡単に言いますと、風景や人物を何それ。残念ですわ。それを探聞いておくれよ。化け物たちが突然襲ってきたんだ。他の人たちはほとんど殺されたよ。許せないんだよ。私にできる。おう、生きるよ。私はリン。ミリ。よろしく、ミリアム。その情報をあんたに伝える。わかった。私が集めた化け物の情報はこんなところだね。なんだ、やらないのかい。よし、この仕事は私の旦那のトム。いや、来たね。ここにこんな設備を揃えるなんて、教会の…ほんと、びっくりだわ。じゃあここでできることだけど、いくつかの素材を錬成することで、いろいろ…まずは習うより慣れろだ。こっちで用意した…さあ、今日はどうする？これにしようかな。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 一度錬成したアイテムはドミニクのお店に卸しておく。それと僕の知ってる範囲にはなるけど、だけど僕の知らないアイテムは分かっ、それと
君が手に入れた悪魔の結晶、シャードによって決まった素材が必要だけど、概ね利便性が上がる方向に編成、機会があったら試してみてくれ。シャードモル、あと僕も含めてなんだけど、今まで生きるのに材料を持ってきてくれれば、新しい食事を取ることでまだ成長するよ。来てくれて嬉…さあ今日はどうする？ねえ、10年前もともとの発端は、富ある者たちの興味が精神文化から物質分、そして錬金術の研究にはギルドのメンバーたちは今まで得ていた金だから、精神文化の消失は悪魔をこの世界でもそんな簡単に人の、そのために私、僕は人間として恥ずかしい、でもそれが事実だ。ありがとう。Boom, boom, boom.